痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。それでは今回のテーマのリンゴ酢を使った美味しいダイエットレシピお伝えしていきたいと思います。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レシピで痩せることができるのかというその痩せるポイントについて3つお伝えしますね。まず1つ目はこのリンゴ酢レシピを召し上がっていただきますと腸内環境が整うからなんですね。やはり痩せるためにはこの腸内環境がとっても大事なんですよね。そうではないといくらダイエットを頑張ったとしても必ずその先にリバウンドが待ってるんですよね。それぐらい大事なんです。なのであなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを種類を増やしてそして育てていつまでもあなたの腸内で暮らしてくれるこういう環境ですね、あなたご自身で作ってあげることができればあなたはリバウンドなしで痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよ。なのでそういった環境を作るためにこのリンゴ酢を使ったレシピが大活躍してくれるわけです。では2つ目です。代謝を促進してくれる効果があるからなんですね。やはりですね代謝が悪いままだと痩せることってなかなかできないですよね。やはり代謝は良い方が丸なわけですよね。そこでこのリンゴ酢レシピでこの代謝も促進していきましょうということになります。では最後3つ目です。脂肪の蓄積を抑えてくれる効果もあります。やはりですねもうこれ以上脂肪を溜め込んではいけませんよね。今まで溜め込んだ脂肪を燃やしてしかもこれ以上脂肪を溜めないっていうねこういったサイクルが作れたら最高だと思いませんか。では2つ目の項目です。何をということで今回お伝えするこのダイエットレシピの材料が持つそれぞれの痩せる効果についてあなたにお伝えしていきたいと思います。まず1つ目はリンゴ酢を使います。このリンゴ酢の痩せ効果はいっぱいあるんですよ。ちょっと見ていきましょうね。まずは脂肪燃焼を促進する効果がある。そして基礎代謝が上がることによって脂肪がつきにくくなって痩せることができるんですよね。でまた痩せる元の糖分ですよね。糖質を取った時の血糖値の急上昇も抑えてくれる効果があるので結果血糖値が急上昇しているこの間に一番脂肪って溜め込んでしまうんですよね。そこを抑えてくれるわけですから脂肪を溜め込みにくくしてくれることができるんです。そしてよくね質問いただくんですけれども先生ってリンゴ酢じゃないとダメなんですかってね聞かれることが多いんですね。でもちろんリンゴ酢はまあお酢なので他の例えば玄米酢とか純米酢とかねいろいろありますよね。ああいった黒酢とかああいったお酢でももちろん効果はあるですけれどもリンゴ酢がお酢の中でも一番この酢酸の働きがね強いんですね。でこの酢酸があなたの腸の動きを良くしてくれる効果がありますからやっぱりダイエット目的であればリンゴ酢がおすすめなんです。そしてお酢はですね満腹感を得やすいのであなたがもしも例えば生理前とかこの暴走する食欲をなんとかしたいって思う時ないですか。そんな時にしっかりこのねリンゴ酢を飲まれますとその暴走する食欲も抑えやすくなります。でまたむくみ改善効果があります。カリウムが豊富なのでそういった形で水分代謝が良くなってキュッとね締まる体を作っていくこともできるんですよ。はい、そして補足で注意なんですけれどもじゃあリンゴ酢だったらどんなリンゴ酢でも痩せるのかってそれねブブーなんですよ。違います。これとっても大事ですからぜひね覚えていただきたいんですけれどもいろいろなリンゴ酢置いてますよね。で例えばストレートタイプ飲める甘いとかもうその時はね要注意ですよ。あと添加物たっぷりなものそういったものは太ってしまいます。じゃあ逆にどんなリンゴ酢が痩せるのかと言いますとここがポイントです。原材料名をチェックしていただいてそこにたった一つだけリンゴ果汁 100% のものを選びましょう。そこが完全な無添加のリンゴ酢ということになります。例えばアルコールとか香料とか甘味料とか入っていないものですよね。でまたこのリンゴ果汁がさらに有機栽培のもので JAS マークがついていたり、まあ、オーガニック栽培とこういった良質なリンゴ酢がさらに丸です。そしてもちろん無添加であること、香料、着色料、保存料などなど余計なものがねいっぱい入っているリンゴ酢多いので気をつけてくださいね。そして2つ目の材料はこちらです。パイナップルです。いかがですか。パイナップルでも甘くて美味しいですよね。で疲れが取れやすい果物ですよね。ああいったパイナップルなんですけれども
実はですね、適量取るとダイエット効果があるのをご存知でしたか？まず脂肪の蓄積を抑えてくれる効果があります。そして代謝も上がってくれるので、あ、代謝もね、上げてくれます。マンガンが入ってますから、ここでしっかり代謝を促進して脂肪を燃やす体にすることができるということ。そして何といっても痩せ菌の好物、食物繊維も取れますし、先ほどのリンゴ酢と一緒でむくみ改善、カリウムも取れますから、これダブル効果でむくみも取っていくことができるんです。では次に味付けで蜂蜜を使います。もう間違ってもここでですね、白砂糖とか氷砂糖とか使わないでくださいね。太ってしまいますよ。なので甘味料はやっぱり蜂蜜を使います。この蜂蜜ももちろん添加物が入っていないお砂糖不使用のピュア 100% の蜂蜜を選んでくださいね。で、蜂蜜も適量取られますとダイエット効果があるんですよ。ちょっと見ていきましょう。アミノ酸の力で脂肪燃焼効果があります。で、また腸内環境を整えるために必要なオリゴ糖やグルコン酸が入ってますので、ここでもしっかりと痩せ菌たちがね、住みやすい環境を作ってあげることができるんですよね。そしてポリフェノールも入っています。で、このポリフェノールも脂肪燃焼効果があるんですよ。そして栄養価が高い、もうこれが一番ですよね。痩せるためには栄養不足だとダメです。なぜかというと、栄養不足のまま頑張ってもその痩せホルモンの、ね、材料が作れないわけですから、どんどんブクブク太ってしまうんですよね。ただしこの栄養を取ったとしても腸内環境が良くないと吸収することができないから、だから腸内環境が大事ってことなんですよね。なので食べ過ぎてらっしゃる方とか、太るような甘いものとか脂っこいものがお好きな方っていうのは、そもそもそういったことを、まあ、添加物もそうですよね、腸に負担をかけることで腸が動かないんですよね。そうすると腸が食べたものを消化吸収してくれてるのに、それが働かないわけですから、あなたは食べても全然栄養が取れていないっていう、その悪循環になってるわけです。結果痩せホルモンが作れなくて太ってるわけですから、やはり根本的な改善っていうのは腸内環境を整えることから始まっているんですよね。ではお待たせしました、3つ目の項目、どのようにということで、今回あなたにお伝えするダイエットレシピはこちらです。パイナップルサワードリンクになります。材料は原液の材料です。リンゴ酢 200ml、 パイナップル 100g、 蜂蜜大さじ3、そしてこれらを入れる保存容器を1個ご準備ください。はい、ではここから実際の作り方と、私がその後実演で動画ご準備しておりますので、作り方参考にしてみてくださいね。まず1つ目です。保存容器に先ほどの材料すべて入れてよくかき混ぜましょう。そしてそのまま半日常温で置いた後に冷蔵庫に保存します。そして毎日1日1回ですね、容器ごとこう振っていただいて、約1週間経ったら完成ということになります。ただ完成といってもそのまま飲んじゃダメですよ。これは元気ですから薄めて飲みます。その時に天然水 200ml、もしくは無糖の無香料の炭酸水などで割って召し上がっていただきます。その時はこの原液は大さじ1杯程度で十分です。ではここから実演の動画ご覧ください。どうぞ。
ではここから最後に効果的な飲み方と注意点についてお伝えして終わりたいと思います。効果的な飲み方、要するにこうダイエットにね、効果的な飲み方というのは食前に1杯程度飲むのがおすすめです。そうすることで食事をとるときに血糖値の急上昇を抑えることができて、結果脂肪を溜め込みにくくするその準備をもうしておくってことですよね。ただしどんなに良いからといっても1日2杯までで十分効果があります。これ以上飲んでもあんまり変わらなかったというデータもありますから、そんなに頑張って飲まないでください。また飲みすぎてしまうとお体を壊してしまいますよね。そして約、体質改善も含めまして、やっぱりですね12週間は続けていただきたいなと思います。で注意なんですけれども、もともと胃がお弱い方とか、今日はちょっと胃の調子が悪いな、弱ってるなっていう時は飲まない方がいいです。なぜかというと、リンゴ酢でね、お酢ですからちょっと刺激が強すぎてかえってお気分が悪くなってしまう可能性があるので、そういった時もしくはもう明らかにもうお腹ペコペコでね、空腹の時にいきなりっていうのは避けた方が良いので気をつけてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は痩せ効果の高いリンゴ酢を使った美味しい夏にぴったりのサワードリンクのお話をお伝えしました。ぜひあなたの腸活ダイエットにお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。